最低賃金の問題としてですね、最低賃金はこの通り縫製織物工場、靴工場の労働者に対してのみ適用されるものなので、他の労働者には最低賃金というものが定められていないため、搾取労働が極めて厳しい状況にあるという問題点もございます。続いてですね、今回我々、調査団は労働者からの聞き取りを行いましたので、その聞き取りに基づいて、現在の労働問題のいくつか具体的な点についてお話をしたいと思います。お手元のステートメントの2ページ目をご覧ください。今回我々は4つの工場の労働で働く各労働者から聞き取りを行いました。3つの工場はカンダールという、プノンペンから30キロほどの場所にある町にある工場で、1つはプノンペン市内の工場になります。1つ目の工場がフルフォーチュンニッティングマン LTD という会社で、こちらは主な取扱いブランドとして GU が挙げられます。ここでは我々は20代の女性労働者からの聞き取りを行いました。2つ目の工場はエコベースファクトリー LTD、 こちらは主な取扱いブランドとして GU、 マークス&スペンサー、アセリオなどが挙げられます。こちらは40代の女性労働者から聞き取りを行いました。3つ目の工場はソンイン B カンボジア B テキスタイルコーポレーション LTD、 こちらはですね、主な取扱いブランドとして H&M ユニクロが挙げられます。これはこちらの工場については20代の男性労働者からの聞き取りを行いました。最後の4つ目の工場はバンコインダストリアルカンパニーリミテッドという会社で、こちらは H&M が主な取扱いブランドとなっており、我々20代の女性労働者4名からの聞き取りを行いました。でいずれもですね、この主な取扱いブランドとして今回このように特定をしているのは、労働者の方々がですね、自分たちが扱っている衣類品のですね、タグを証拠として持っており、そちらにから特定をしたというものになります。まず2として挙げておりますエコベースファクトリー LTD という工場で働いている労働者の方が持ってきたタグになります。こちらちょっと今お手元見ていただくと分かるように、マークス&スペンサーですとか、こちらの方に GU というふうにタグがございますので、ここから我々としては彼らがこういったブランドの製品を扱っているというふうに、そのように考えております。また同じように、こちらが3つ目の工場として書きました。ソイン。という工場ですね。こちらについても H&M そしてユニクロというタグがございますので、同じようにこういったブランドの製品を取り扱っている工場であるというふうに我々としては考えております。この労働者の方々から聞き取った、労働問題ですけれども、いくつかに分かれ、いくつかも挙げられます。でその中で今回ステートメントの中では、長時間労働の問題、そして、使い捨て、とされてしまう労働者といった問題、また労働組合活動に関して不利益な取り扱いをされているという問題、そして女性労働者の保護の観点が欠如しているという問題、また労働安全環境が整っていないという点、そして最後にその人権を侵害されている労働者のその救済機関が十分に整っていないという問題、そういった6点をこのステートメントの中では挙げております。まず長時間労働に関してですが、いずれの工場でもかなり違法な長時間労働が横行しているという訴えを受けました。カンボジアでは1日の残業時間につきましては労働省の通達により2時間以内とされております。しかし例えばフルフォーチュンニッティング LTD あるいはエコベースファクトリー LTD に勤務する女性労働者は午後9時までの残業は日常的であるという話をしておりました。
さらにこの2つの工場では驚くべきことにシフト制ではありますが24時間の勤務を1人 の、 その労働者が行うということが繁忙期にはあるという話がありました。まあ、こうした長時間の残業を、まあ、実質的に事実上強いられているにもかかわらず月額の支払いが200ドルまでになることはないという話でした。またさらにその残業に関しましてもこの2つの工場では午後6時にタイムカードを押すようにそのように指導されているということから仮に午後9時までの残業を行ったとしてもタイムカード上は午後6時までの勤務となりますのでそれ以降の残業代は支払われていないという現状だということです。また24時間の連続勤務をした際はその勤務が終わったときにですね現金で5ドルが支給されてそれで終わりということでした。